総合研究開発機構は1974年に総合研究開発機構法に基づき設置された認可法人。平和の理念に基づき現代の経済社会及び国民生活の諸問題の解明に寄与するため民主的な運営のもとに自主的な立場から 総合的な研究開発の実施及び助成、総合的な研究開発に関する情報の収集、整理及び提供等を行うとともに、総合的な研究開発の成果を公開し、もつて国民の福祉の増進に資することを目的としていた。法人格は現在の公益財団法人 NIRA 総合研究開発機構に引き継がれている。NIRA の財源は、 官民各界からの出資、寄付により成り立ち、研究機関との交流、支援育成など、積極的な活動を展開していた。NIRA の事業としては、主に日本及び日本国民全体の総合力の維持、強化、地域の再生、創造と市民社会、アジア、特に北東アジアの地域協力についての研究を行っていた。 研究員は主に国家公務員、地方公務員、企業などからの出向者が多く、多彩な研究を展開していた。2007年8月10日に、総合研究開発機構法が廃止され、同年11月29日より、財団法人になり、公益法人制度改革に伴って2011年には、公益財団法人 NIRA 総合研究、開発機構に引き継がれている。 総合研究開発機構では、同機構第2代研究評議会議長であった外務大臣、大北三郎の業績を検証し、政策研究を奨励するための事業として2000年3月に NIRA 大北政策研究所を創設し、国内外で発表された政策思考の研究を表彰する事業を行っている。総合研究開発機構では2002年以来、 政策の分析や評価の基本を学び、これらの方法を実践的に習得する政策研究の導入セミナーとして NIRA 公共政策研究セミナーを開催している。同セミナーでは公共政策の研究や分析を理論的、学際的、実践的に進め問題を提起し、 議論を展開できる人材を養成することを目的としたプログラムにて公共政策の実務者、研究者、コーディネーターなどを目指している人材や、あるいは市民として自発的に政策を論じ行動を起こしたい、こうした問題意識を持っている人々を対象として定期的に開かれている。初代会長、木、川田和孝、第二代会長、佐々木正、第三代会長、 石原春、第四代会長、小林洋太郎初代理事長、高坂正夫、第二代理事長、下神戸敦子、第三代理事長、星野進歩、第四代理事長、塩谷高秀、第五代理事長、伊藤本重。ありがとうございます。